なんだなんだ、面白いことか。オイラにも教えろ。ん？ああ、実は酒場の客たちがある話題で盛り上がっててね。ズバリ、誰がモンドで最強なのかって。最強？なあ、一撃でヒルチャールを数体倒せたら最強か？だよな、お前も立候補しよう。そうだパットン、それってもう結果は出たのか？いや、自由の都に暮らす人がそう簡単に意見を一致させることはないよ。もしそんなことが起きたら、空から漁師トーストが降ってくるだろうね。みんな自分の推しがいて、持ってる情報もバラバラだ。でもその方が議論が白熱して面白いだろう。今支持率が高いのは確かダンディライオン騎士と闇夜の英雄だったかな。オイラはお前を応援してるぜ。ひとまず酒場に入ってみようぜ。面白い話が聞けるかも。はあ、その自由奔放さ羨ましいよ。俺のことは気にしないでくれ。俺もぼちぼち仕事に戻るか。いや、一人前の冒険者たるもの、お酒に強くなろうと鍛えてるんだけど、一緒にどうだい？ん？モンドで誰が最強かを聞きたいって？そりゃあやっぱり大冒険家スタンレーさんかな。教会のサイリュス会長もすごいけど、ジンジャク界の魔獣とまともにやり合えるのはスタンレーさんくらいだからね。ジンジャク界の魔獣、強そうだな。もしお前の前に現れたら、お前でもビビりそうか？ふわあ、さすがだな。おお、お前もモンドの名酒を飲みに来たのか？え？最強といえば、そりゃもちろん我らが神団長だろ。だってよ、金団長は剣を少し振るっただけで遺跡守衛を倒したんだぞ。一人でダダウパの谷の三大部族も一掃できる。そのおかげで俺たちは平和で暇なんだ。うん、確かにジンは頼もしいよな。でもこいつ酔っ払いすぎじゃないか。たとえ幼馴染でも。いらっしゃい。今日は何を飲む？モンドの最強？あまり気にしたことないね。バーテンダーなら何かしら情報があると思ったのに。そうそう、そういうのが聞きたいんだ。情報を扱うような仕事は担当外だがな、強いて言うなら闇夜の英雄かね。彼はアビス教団から人を助けたと、そう話を聞いたことがある。出た、裏情報。というかアビス教団の奴らって本当にあちこちで騒ぎを起こしてるんだな。よう、どうだ、このジョセの会心の最新作を聞いていかないか。ん？モンドの最強は誰かって、それなら多分あの赤い服の女の子だろうな。そうだ、半月前俺は暴風山地でインスピレーションが湧くのを待ってたんだが、その時何があったと思う？お、なんだなんだ。と
とんでもない破壊力を持ったやつと遭遇したんだよ。そいつのせいで暴風山地の地面が一瞬にしてえぐれてね。すげえ。あの時俺は木の陰に隠れてて、赤い服の女の子が逃げ去るように走っていくのを見たんだ。彼女が通った場所は見事に変わり果てていたよ。はあ、でもな、誰も俺の話を信じてくれないんだ。まあ、女の子とその破壊力は普通だったら結びつかないもんな。きっとあの子は誰も知らないような強力なお宝でも持ってるんじゃないか。もしかしたらそれはモンドで一番すごいお宝かもしれない。お宝。おい、聞いたか。あくまで俺の推測だけどな。いや、銀遊詩人の直感ってやつだな。ありがとう。ああ、これが心の友ってやつか。嬉しい。俺は嬉しいよ。で、その女の子の名前は？名前は知らないな。あまりモンドでは見かけない気がする。でも信じてくれ、全部本当の話なんだ。謎が多いな。まあ、情報ありがとな。やっぱりパットンの言ってた通りだったな。でもこのままみんな自由に意見を言ってたら、いつまで経ってもモンドの最強が誰なのか決着つかないぞ。あ、そうだ、ジンに聞いてみるのはどうだ。セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりするかも。お前が対象としてカウントされてるかどうかだろうな。まあ、オイラはお前の実力を信じてるぞ。安心しろ。最強は誰なのかって情報を集めてるんだけど、セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりしないか。モンドの最強？すまない、そういった資料はないな。そっか、ジェ、こいつが5位までに入ってないか期待してたんだけどな。そんな統計がなくとも私は栄誉騎士の実力を疑ったことなどないぞ。そうだ、そういえば最近またアビスの魔術師がモンドの周辺をうろついているらしい。もしモンドの周りに用があるなら気に留めておいてくれると助かる。君の実力なら人々の安全を守るくらいわけないと思うが。うん、アビス教団の奴らを倒したらきっと彼女のランキングも上がるよな。とにかく倒すぞ。なんだか君たちのやる気に元気をもらえた気がする。では気をつけて行ってきてくれ。
ごめんなさい。あれ、これ城内爆破は反省室、怪我人いるところに神団長あり、山火事は一巻の終わり。あ、これはガエお兄ちゃんが書いてくれたの。その生きるための心得だよ。生きるための心得？つまり絶対にしちゃダメなことでないと、すごくすっごく怖いことが起こるの。うん。あ、自己紹介を忘れてた。クレイはクレイだよ。よろしくね。オイラのことはパイモンって呼んでくれ。あなたたちのこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士でしょ。お、オイラたちを知る奴がまた一人。感激だな。うん、アンバーをね。あ、今はそれどころじゃなかった。実はね、とっても大事な用があって地図を持ってここまで来たの。あのね、ささやきの森に埋めた宝物がなくなっちゃったの。宝物？しかも宝物も持ってる。女性が言ってたやつってクレイのことかもな。宝物がなくなったのは一大事だな。オイラたちも一緒に探してやるよ。本当？ありがとう。宝物はね、この位置にあるの。地図に場所を書いておいたの。埋めた場所に小さな木の札を刺しておいたから分かりやすいと思う。木の札。宝物がなくなった理由が分かった気がするな。英雄騎士のお姉ちゃん、早く行こう。と、連れてくるとはな。作戦変更だ。おい、待て、逃げるな。アビスの魔術師？前に森で遊んだ時はいなかったのに。なんだか可愛いね。ふわふわ
してて柔らかそう。さっさとそれを返せ。やかましい。せっかく手に入れたんだ、返すわけがないだろう。消えるんだ。とっ、ふっ、はっ、はっ、せっ、ふっ。おい、惑わされるな。アビスの魔術師は悪い人だぞ。うん、そうだよね。盗みは良くないって。待ちやがれ。お前たちさえいなければ、あの小娘一人なら、なんとかなったものを。はっ、はっ、ふっ。バーバラ、よっ。
やさせてもらった。そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないか。その宝が我々の手に渡った以上、お前たちに勝ち目はない。そうだな、お前たちでこれの力を試してやろう。ダメ、絶対にいじっちゃダメその焦った顔、今になって怖くなったのか？どれどれ？火の印か。はあ！生きるための心得。怪我人いるところに神団長あり。終わった。モンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくないな。でもクレイ、なんで逃げてたんだ？あ、そうだ、騎士団に戻って神団長に今回の一件を報告しよう。
つけた。心得を破ったクレイはきっと明日の太陽を見れない。クレイ、先に答えてほしい。怪我人はどこにいる？ん？でも、モフモフはクレイのものを盗んだだけなのに。クレイの爆弾が…ああ、オイラが言ったアビスの魔術師は悪い人っていうのは、ただの言葉のあやだぞ。アビスの魔術師は人間じゃない。あいつらは、そうだな、人類と敵対する悪い奴らだ。モフモフは人類の敵？悪い奴？わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。なるほど、オイラわかったぞ。きっと奴らは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラがクレイの宝物を手に何なのか知りたかったみたいに。じゃあ今回の手柄に免じて今度のバドル同祭の参加を許可する。バドル同祭？やったー。お姉ちゃんも絶対お祭りに来てね。ふう、うまくまとまったみたいだな。しかしクレイ、その宝物をどこに隠していた？聞く。また星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうな。違うよ。オイラたちもすっごい見てるよ。クレイ、クレイ反省室行ってくる。クレイ、一人で反省室にいて退屈しないかな。真面目に反省してるんだから誘惑しないで。反省中はここでバドル同祭のために特別な宝物を作ってるんだ。宝物？ひひっ、ウキュウの形にしてみたんだよ。かわいいんでしょ。うん、バドル同祭が始まったらきっとみんな気に入ってくれると思う。はあ、ジンがこの話を聞いたらきっとクレイの反省室で過ごす時間が長くなるだろうな。風神のご加護があらんことを。次はもっと気をつける。次はね、安全で偉大な冒険をしてみせるからね。冒険者協会には冒険の心得があるって聞いたけど、お願いしてみようかな。はあ、サイリウス会長がこの話を聞いたらきっとクレイの反省時間を延ばすようジンに頼むだろうな。君にも。